はい、それでムービー終わって終わって奥野様死んでしまいましたね。死んでしまいましたね。枯れちゃいましたね。いきなりお城に行けという指示を森から、まあ、出るんですが、まあ、バックダッシュで行こうかね。じゃあまっすぐ噂のバックダッシュで早い早いんだよな。早いんだよな、これがまた。透明になってましたね、あの人。すげえ。ミラクル人、森出身だったね。そうね。ものすごい森出身だね。これも、あれじゃない、アメリカとかでありやってたじゃない。ここはまあ、いや一応日本の茨城県の板子なのかな。ああ。板子の田舎なのかな、やっぱり。ここから活躍して名誉市民になるんだね。すごいね。我々行きましたけど、まあまあ、すごかったですよ。行ったけどすごかったよ。びっくりしたもん。当時もポケモン GO が流行ってたから。そうね、そうね。あそこで起動したら、まあ何もない。びっくりしたね。ポケモンステーションねえな、みたいな。道の駅で、ここだったらあるだろうと思ったら、まさかジムって。そう、ジム。びっくりしたね、あれね。デスクトップのない、本当にモンスターボール不足になる。課金しないとボールなくなっちゃうみたいな。びっくりしたもん。やっぱ水系、霞水系やべえなーとか言いながらこう釣りしててさ、ふと一本入ったら大変なことになるって。すごいね。あれ、もう1年前の話か。去年の8月だもんね。そうだね、そのくらいに行ったね。4人ぐらいで行ってバス1匹釣れたみたいな。そう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 。ポイントが分かんなくて。で、確かね、去年はね、霞はなんかね、あの、あれがあるじゃん、あのバストーナメントあのトップ15みたいなやつ、 あれでもなんかね、皆さん渋いって言ってた。あの去年はね、なんか何かしらないけど、色々渋かったよ。全ての魚釣れなかったから、もう釣果を見るたんびに結構へこんだもんね。調べられるじゃん、うん、青物が釣れるっていうところにさ行ったらさ、まあ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 俺らしか釣れないのかなって言うたらね、わかる。キャップ譲って。みんな釣れてなかったからね。びっくりしたね。そしたら、今年はやっぱ、華々しいスタートを切ったよね。タコに始まって、クロダイが買って。そうね、ジギングで釣る。で、オフショア始めて、サバやって、で、2回目ではもうシーラと、ね、うん、あの、若志くんが、マグラウチョウを観光して、あの、水面割る映像を撮るという。すごかったよね。面白いんだよな。オフショアもやっぱ魅力あるね、あれは。ただね、オフショアね、後の人数を揃えておかないと大変ね。あれで。そうだよ、食えないで。そう、食いきれないんだよ。いっぱい釣れちゃうとね、あれは大変。オフショー面白いよ。来年さ、あ、もう今年でもいいのか、タチウオやりたいよね。タチウオジニングってさ、ね、なんか最近テレビのさ釣り番組見るとさ、うん、あのタチウオ系のあれが多いんだよね。それこそこの間の相模湾と駿河湾でやるって言って、駿河湾でドラゴンが上がった。うん。あれこれどう、どう行くんだっけ。確か、あそこで寝てる人がいるから起こすんだけど、なんかどっかで手に入れたよね。入れたね。あの、卵をもらったね。卵を孵化させる。鶏、誰くれたっけ。誰か誰か誰かの話しかけんだっけな。ああ、なんかあったね。あれ、かかりこ村どこだっけ、どこだっけ。あ、締め出され、締め出されてんだね。どこだっけ。どっかでもらったよね。誰だっけ。かかりこ村のなんか、ニワトリ触ると鳥肌立っちゃうみたいなお姉さんが。いたね。あ、なんか歌ってる。あ、これか、これか。
ここにいなかったのね。どこから来たのって、まあ、それは、それは、イタコですよ。そりゃ、当たり前でしょ。こいつ、こいつ歌ってんの。これ話しかけて、なんか歌ってすんの。アップだった。お、あ、2回話しかけろってこと。そういうこと。大事に温めてた。やった、不思議な卵。これは温めろって。これどうやったら温めるの。早い、生まれた、生まれた。あれ、もらった瞬間生まれたよ。すっげえ。びっくりしてるだろうね、あの子もね。もう生まれたみたいな。マジかよ、みたいな。目の前で生まれたよ。早っみたいな。え、こんな早く生まれるもんな。早いねー。確かにここはね、この人たちの目をくぐって。すり抜けていくんだよね。不法侵入ですけどね、これ。不法侵入ですね。もう、お城に入るなんてもう、とんでもない。とんでもないよ、これ。今この現代社会でこれが起きたら、あの、多分ニュースにいる。ああ、いるいる。いる。すげえ。ちょっとしたニュースだよ、これ。後ろに侵入するなんて。侵入するって。牢屋にぶち込まれてもおかしくないね。確かに、間違いない。いやいやーい。なんか事情的にお金が手に入りますよ。あれ？あれ？まさかの違ったっけこれ。あ、なんか盛り土がしてある。あそこおかっぱりできる。おかっぱりできる。ランディングポイントだよね。おいしいよ。この寝てる、寝てるお子さんを起こすと。なんだよ、気持ちよくやるってたのに。これ誰だよ、誰だよ。つい、うとうとと。すごくね。子供ほっといて寝るの。すごい走ってるよ。早い。あの、マリオみたいだよね。学校がもう。おぉ。力大きいね。火箱を動かすと。すげえ。動かしてくださいみたいな感じで、あるからね。ね、もう、ここぞとばかりに。でもこれはあれでしょ、さっきのおっちゃんが必死こいて届けてきたこれ牛乳を。そう、牛乳を用水路に落とすっていう。怒られるだろうね。そう、あのおっちゃんが怒られるね。どこに運んでるんだ。いいんだ。でもこれはもう迷惑を極まりない。すごい。もうどう頑張っても上の牛乳しかもう手に取れないよ。